こんばんは。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 くべちゃんは急遽仕事帰りに帰って寄ってきてまたもらっております。今日は月曜日。昨日がコスタリカ戦。はい。うん。どうでした？どうでした？三笘が？お前すごいな。この負けたのに負けたことを言わずに三笘うまかった。うまかったけど残念でした。おかげで暴れたらしいな。わかる。でもね、日本全国みんながその気持ちだったから言うとらしいです。でも人には当たってないよね。こたつ、こたつの台に当たりました。久米ちゃんも当たったらしいね。残念だったね、本当に、はい。じゃあまずその、はい、振り返ってみてどうでしたか。敗因、久米ちゃん、まあ久米ちゃん、はい。まあ最初のメンバー発表の時にもうなんか嫌な感じはあったかな。まあ前線の部分で3人変えたっていうか、まあ別に相馬が悪いとか別に上田が悪いというわけじゃないけども、別にそんないきなりああいう感じで変えるっていうのはなんか、まあちょっとローテーションも考えてんのかとかいうふうになると、多分それが若干やっぱり緩い感じがもう多分選手に伝わると思う、ね、なるほどね。前半なんてほとんど何もしてない感じ。そうだね。だから最初からベストメンバーで行くべきだと、まあ森保監督が思うベストメンバー使っていけばいい。すごい。とは思った。なるほど。まあ、あとは、まあ、気持ちがわかる。ゆいとくん、ちおみさんはどう、何が悪かった、敗因。攻撃がダメだったって言ってたよね。攻撃がダメだった。うん、前なんかパスをこう、うん、前に出してなんかこう縦パスが通ってなかったですよね、全然。なるほど。じゃあまあしょうがないね、今回は2人とも全然当たりませんでした。じゃあ行きますか。もう1日の朝4時。もうみんなで見ましょう。2日。2日。えですよね。2日になるってことね。2日、日付は、日付は2日の朝になるのか。そうです。あ、じゃあ俺も勘違いしてた。危な。間違えそうだった。31日の、30日を俺夜中起きて見ようとしてたから。危ない。じゃあ1日をまたいで2日ってことね。だから日本時間で言うと2日の4時、朝の4時ってことか。じゃあ金曜日ね。金曜日だ。あ、危な。アベマの表記の仕方ちょっと危ないな。アベマすごい。あ、はい、ここで。やり、わかりました。はい。では、今回、ゆいとくんはやっぱりでもあれだよね。ちゃんと、ほら、予習してきてるの、予習を。ゆいとなりにちゃんと予習をしてきてるっていうのを確認した上で、早送りを、こいつ気に入らんかったみたいで、先に撮影始まる前にメンバー発表されております。お、シュミットが来てる。やっぱりゴンダに。で、変えるっていうのは、まあ、希望で言えば、僕もまあね。あ、そうなんだ。ダニエルの方が、けどもう、こんなで始めたわけだし、これ別に願望というよりは予想だから。ああ、そうだね、まあ、確かに確かに。でも願望はお前と一緒だって、シュミットだって。はい。酒井怪我じゃん。そこら辺は分かんないです。もちろん怪我、まあ、具合にもよるのか。怪我は、まあ、回復してれば酒井と。頭から三笘出る？
ここは頭からだ、まあ、俺もちょっと若干願望に近いけど、ま、願望に近いけど、なんかすごいね、でも今回出てない、出してたらよかったと思った、俺も本当に最初からね、コスタリカこそ最初から出してれば、舐めてたの、やっぱりコスタリカのことを舐めてたってこと、日本もだから相当舐めてはないですよね。スペインに残してたわけだよね、結局メンバー。ドイツで盛り上がりすぎましたよね。まあね、ただまあ別に舐めてた、舐めてたわけではない。でもメンバー見るとそうじゃないよ。まあ要するにそういうことですよ。だからそこら辺で選手に対してこんなベストメンバー組まないんだったら、やっぱり引き分けてもいいんじゃないかとかって思うよね、そりゃ。コンビがいいってこと？そう。久保はスペインで、久保はスペインでプレーしてて、うんうんうん、なんかこう、おうおうおう、選手もね、スペインだから、うん、あの久保の戦い方がもうバレてるから、こうマークしに来られるんじゃないか。おお。はい、わかりました。じゃあ、スタメンは予想はこんな形で、それではまだ恒例です、やっぱ今回は全部久米ちゃんからズバリだ、お前も点数だもん、分かってる、お前の場合はまず絶対日本から始まるじゃん。まず久米ちゃんは、まあ、ぶっちゃけた話、はい、1-0日本で、まあな、日本ってなるな、そりゃそうだよね、日本人としては。俺もそれはわかる。1-0か。要は、守れと、まずは。で、ヨシンバ、コスタリカみたいに、何かで1点取れと。勝利ってことですか？ 1-0 で、日本の勝利。はい。じゃあ、ゆいとは？どうぞ。2-0。まあな。ガヤ。予想と違うよ。え、違うの？え、書いたんだ。急に変えた？うん。何だったの？はじめは。1-1で引き分け。ああ、それもあるか。まあ、ゆいと的には、ゆいとらしくないけどね、引き分けは。でも、予想としては、ゆいとがさ、ちょっと大人だったのかなと思っちゃうけどな。だとりあえずもういいよな、まあ、日本勝つ以外ないと、なもう勝つ以外ないと思ってたらいいんでしょ、基本的に。あ、それで行こうよ、それで行こう、あ、金曜日か、森安が落ちちゃった、もうお前演技悪い、お前ちゃんと、あ、演技悪いじゃねえか、お前森安落ちちゃったじゃねえか、今なんとか、お前謝っとけ、ごめんごめんなさい、もう演技悪い。じゃあそういうことで、じゃあまた、どうやっていこうか、最後に一言、こうって戻ってくんで、じゃあはい、まえよ、それはブーかい、結構こうまえ聞けよよパパジャパン、ベトレー行けよ、行けよ、頑張れ、ブー、ま、行けるよって、どこで行ける、まあ、一人行けるよ、気持ちは分かるわ、ゆいと。じゃあ、くめちゃん、はい、はい、金曜仕事だけど、応援します。仕事だけど、はい、OK、 それでは、ちょめさん、早朝に起きて、人と見ます。見るよね、これは。頑張れ、日本、よい、サムライブー、オッケー、はい。